はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はこのアーリショベルで少しね、東京の街をドライブしています。で、今もスカイツリーがもうこの先に見えるんですけども、スカイツリーの方を抜けてちょっとベイエリアの方にね、行ってみようかなと思ってます。で、先日ですね、ちょっとカンボジアの方に1週間行ってて、まあその間ね、このアーリショベル乗っていなかったんですけども、まあ1週間ちょっとね、一切エンジンかけていなかったんですけども、非常にいい感じで動いています。で、今もう花粉症のシーズンで、もう目がしょぼしょぼしていたり、鼻水が止まらなかったりしているんですけども、まあ一応ね、どうにか自分は薬飲んである程度しのいでいるところなんですけども、まあそんな花粉症シーズンでも変わらず、まあ、バイクは、こうやってね、乗って、楽しんでいます。だいぶね、暖かくなってきたんで、もう春装備で今ね、バイク乗ってます。で、今日なんですけども、まあ、バイク初心者の方、大型免許取ってバイクを買おうとしている方で、まあ、ヴィンテージハーレーですね、まあ、ショベル以前のハーレーを買おうとしている方もいると思うんですけども、まあ、そういう方にとってね、初心者ってヴィンテージハーレー扱えるのどうなのっていうところをね、ちょっと話していこうかなと思います。でも最初結論から言うと、もう乗りたかったら買った方がいいと思います、普通に。まあ、これからね、メリット、デメリット、お話ししていくんですけども、まあ、現行のバイクとは違って、本当ね、個体差がかなりあると思うんですよね、ショベル、パンヘッド、ナックル含めて、サイドバルブも。なので、まあ、自分はね、このアーリーショベルしか、実はね、そのヴィンテージハーレーという呼ばれるものをね、乗っていないので、まあ、かなりこう、偏った意見になるかもしれないですけど、まあ、それでもね、自分は、現行のハーレーも乗ってますし、こういうね、ヴィンテージのハーレーも乗ってますし、いろんなね、ハーレーを乗った上でのお話をさせていただければなと思います。まあ、メリット一つ目としては、まあ、ヴィンテージハーレーは本当ね、ヴィンテージハーレー特有の乗り味があります。まあ、これはハーレーに限らず、旧車は特によくそういうことがあるとは思うんですけども、こう人間味のあるバイクというんですかね、バイクに乗っている人とバイクが一つになっている感じがします。まあ、それはこのバイクのね、機構が、電子制御されていない部分があったりするのが大きいかなと思って、例えばね、このアクセル握るにしろ、多少ね、この古いバイクだとタイムラグがあるので、まあそういうのがね、自分はね、心地よいかなと思っています。電子制御だとね、やっぱりどうしても反応はすごいセンシティブなので、ものすごいね、こうダイレクトに伝わる部分はあるんですけども、結構こういう古いバイクだと一気にアクセル回してもゆるっとね、速度が上がっていく部分もあるんですけども、まあ、電子制御だとね、ほんとその辺がね、かなりダイレクトなんで、そういうなんかアナログライクな機構がやっぱり人間にね、マッチしているのかなとはね、思いますね。で、このエンジンの鼓動も、まあ、こういうね、ショベルとかだと、ほんとね、ダイレクトに結構感じることができて、まあそれはメリットでもあり、まあ、高速道路とかだとね、本当にすごい揺れ方をするんで、ちょっとね、疲れちゃったりする部分もあるんですけども、でも、自分みたくね、こうやって街乗りする人に関しては、このね、エンジンの鼓動がすごいね、ダイレクトに感じられるので、そういう意味ではね、ヴィンテージハーレーはね、すごいおすすめかなって思います。で、2つ目ですね、2つ目は、カスタムの幅がかなり広いですね。もちろんね、現行のハーレーとかもカスタムの幅はあるんですけども、それ以上にこのね、古いハーレーに関してはカスタムの幅があります。まあ、例えばチョッパーで乗りたい人はもちろんチョッパー仕様にもできますし、ボバーで乗りたい人は、ボバーでももちろん乗れますし、まあその辺は現行のハーレーでもできるっちゃできるんですけども、エンジンとミッションの組み合わせをいろんな組み合わせができるとか、まあ自分もそこまでね、ヴィンテージハーレーのカスタムに関しては詳しくはないんで、なんとも言えないとこはあるんですけども、でもほんとね、幅広い部分までね、いろいろいじれるのがヴィンテージハーレーかなと思います。
まあ現行車、特にインジェクションに関しては本当もう電子制御で賄っている部分もあるんで、めちゃめちゃ細かい部分までは正直ねカスタムはできないんですけども、まあこういうねヴィンテージハーレーに関してはありとあらゆることがねいろいろこと細かくできるかなと思います。で次デメリットですね。デメリット一つ目は、まずねあのトラブルが必ずついてくるかなっていうところあります。まあもちろんバイクなんでどんなバイクもやっぱ故障率っていうのはあるんですけども、やっぱショベルでもね一番最終モデルでも83年なんで40年ですかね、40年近く経つんで完全にフルオーバーホールされたものであればそんなにはね壊れないんですけども、なかなかねそうやってフルオーバーホールして乗れる額をポンと払える人もいないと思うんで、皆さんねやっぱ中古の今まで走っていたハーレーをね乗る方が多いと思うんですけども、そうなるとねここが壊れたあそこが壊れたとかなってきて、正直ねバイク乗れない時期が数ヶ月続くこともなきにしもあらずかなとは思ってます。まあそこも人によっては可愛がって、バイクを乗れるポイントって思う人もいるかもしれないですけども、やっぱりねバイク初心者に関してはたくさんバイク乗りたいって思う人が多いと思うので、そうなるとねこうやって暖かくなってきた季節に友達とバイク乗れなくなるタイミングが多いとねちょっとね切ないなって思ったりもします。でデメリットその2ですね。デメリットその2は、現行車のような例えば ABS だったりとかトラクションコントロールとかもないですし、いろいろね不便な機能がねたくさんあります。まあ、このバイクは比較的ねこういうデジタルメーター使っているんで回転数も出ますし、オドメータートリップメーターももちろんついてますし、比較的ね表示系に関しては問題ないんですけども、まあただしねギア何足入っているかとかもわからないですし、あと燃料の残量もわからないので、まあ距離とかねこのタンクの中に入っているガソリンの残量で全部決めていくっていうところがあるので、まあそういうところに関してはちょっと今のバイクに比べると不便かなと思います。であとねこのクラッチがねやっぱり重いんですよね。今だったらねもう指2本でクラッチ切れるバイクもあると思うんですけども、まあ昔のバイクはねクラッチが重いっていうのがもう必然的についてきます。でなんか VP クラッチとかクラッチがね軽くなるようなシステムもオプションパーツではねないので、もうクラッチが重かったら足でクラッチ切るジョッキーシフトとかにね変えるしかないかなと思います。まあね本当全然便利じゃないんですよ本当古いバイクって。でも不便を楽しむのがこういう古いバイクの楽しみかなと思ってて、これがね便利だったらね今のバイク何も変わらないんで、不便をね楽しむのもこういうバイクの楽しみの一つかなとは思います。でそんな感じで、今日はねバイク初心者はヴィンテージのハーレーを買っていいのかいけないのかっていうところにたどり着くんですけども、まあ最初にも言ったんですけども、まあ乗りたかったらもう買った方がいいかなと思います。乗ってみないと分かんないこともたくさんありますし、全部経験だと思うので、例えばエンジンのフォルムが昔のバイクの方がかっこいいとか、あと自分のね洋服のスタイルがヴィンテージっぽい感じであればねヴィンテージのバイク乗った方がいいと思いますし、胸に刺さるものがヴィンテージバイクにあればもうそこはねヴィンテージハーレーを乗った方がねいいかなと思います。何でもね挑戦してみないと答えってわからないと思うし、自分もいろんなハーレーを買って乗ってこのバイクをねまた乗りたいなって思ってますし、今もねこうして乗ってますし、で自分もねこのバイク買って本当に良かったなと思いますし、手放さないバイクの一つでもあるので、今でもねこうやって手元にあるので、本当にこのバイクに自分はね出会って良かったかなと思います。正直ね何年製のバイクを買った方がいいんですかとか、初心者にはどういう
ヴィンテージのねハーレーがいいですかとか言われても、正直ねこのバイクしか乗ったことないんで、自分はお答えできないかなと思います。なのでご自身でね本当いろいろ調べて電話したりとかして、あとねお店にもたくさん足を運んで、自分がね乗りたいハーレーを作ってくれるお店、もしくはメンテナンスしてくれるお店っていうのをね、見つけるのもね一つヴィンテージハーレーを乗る上での必要不可欠な、作業というか準備というかことかなと思うので、ぜひねトライしてもらえればいいかなと思います。そんな感じで、今日はね、バイク初心者がヴィンテージハーレーを買って大丈夫なのかどうなのかというところをねお話ししました。このチャンネルでは、バイクをはじめ自分の興味あることをご紹介しておりますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あとツイッター、インスタグラムやってますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。はい、そんな感じで、もうここはねベイエリアですね。左側は確か夢の島というところですね、公園ですね。そこにいます。ヴィンテージハーレー買おうとしてる方のね一つネックになってる部分の金額っていうところがあると思うんですけども、もう金額に関しては今現行車めっちゃ上がってるんで、値段が。なのでね、そんなに大きくねヴィンテージだから高いとか現行だから安いとか、なんかそういうのはねもうないかなと思います。現行車買ってももう300万以上しますし、ショベルのリビルドしたやつ作ったとしても、300万ちょっとはかかると思うんで、もちろんねそのショベルとかのボロボロなやつだったらショベルの方がもちろん安いかなと思うんですけども、ある程度ねきちんと整備してお店で買うってなるとやっぱり300万ぐらいすると思うんで、ショベルでも、もちろんそれ以上するかもしれないですけども、だから値段的な部分でいうとねもう大して変わんないかなと思います。スポーツスターでも今ね現行車だと200はいっちゃうんで、乗り出しで言うと多分250とか多分なっちゃうと思うんで、そうなるとねもう金額の差はそんなにないかなとは思います。自分も新車でハーレー買ったことないですし、新古車みたいな形では買って乗ってますけど、ほんと決して安いものとは言えないので、結構ねその辺は慎重に選んでいくつかバイク持ってますね。でもバイクの免許取った方が初めてハーレーを買うっていうのは自分はすごいありだと思ってて、よくねなんか中型1回乗ってからの方がいいよとか言う人もいるんですけども、自分は全然そんなことなくて、なんかもう乗りたいバイクに乗ることにやっぱ意味があって、乗りたいバイクがもうあるのであればそこにね到達するのが一番早いと思うし、結局練習用のバイク買ってもそれがね本当に心の底から自分が乗りたいバイクかって言われると、そうじゃなければお金出す意味もないと思うし、飽きちゃうし、やっぱ愛着がねないんですよね、そういう場合って。なんだかんだ自分バイク何台か持ってますけど、それぞれね愛着があるんですよね。愛着がないバイクはやっぱり手放しちゃいますし、今残っているハーレー4台に関してもやっぱりねめちゃめちゃ愛着あるんですよね。それこそショベルはショベルでどういう時に乗りたいとか、どこに行くからショベルで行くとか、ちゃんと理由もありますし、本当はね1台に絞った方がいいのかもしれないですけど、でも自分の場合はね乗ってみたいバイクがあればもうその時手に入れないといつね手に入るか分かんないようなものもあったりするんで、そういう意味ではねもうタイミングがあればすかさずね買ってるようにします。で結局なんかいくつかバイク買って後悔したことは一度もないし、なんか全てねそのバイクライフの糧になってると思うんで、なのでねまた欲しいバイクがあればゲットしていこうかなとは思っています。自分がね答えられる範囲であればお答えしますので、何かね質問とかあればコメント欄に書いていただければなと思います。そんな感じでご視聴ありがとうございました。